おはようございます。ディレクタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今動画見ながらやってたからちょこちょこ音声流れてたじゃん。大丈夫？著作権削らない？これも放送事故。ねえ、動画見ながらね、チーム組んだり何かとするっていうのは皆さんよくあると思うんですけど、僕は放送の用意をしてしまうというね。よくないですね。はい。今回もパーティー作ってあります。行ってみよう。行きましょう。今回は、デスゴーゴー、グレートーラス、アングライオン、大丈夫か？もうきつい。もうパッと見見て、一応相性あるんですよ。ビッグモンスターチーム、そして獣モンスターチーム。もう地雷相性じゃないか。もう地雷相性ですよ、これ。知ってます？ビッグモンスターチーム、相性の効果。ビッグモンスターチームの相性の効果がですね、力がビビたる上がりと、身の守りがマイナス20、そして状態状態性も低下するというね、もう完全にこれペナルティのレベルなんですよ。それを獣で固めたというね、もう地雷です、こんなもう地雷バーディーです、これ、ね。真ん中グレートオーラスが異彩を放っております。水色です。もうだってさ、使ってないキャラいるもん。使いたくなるじゃん。うん、もう忘れとりあえず何でも使えんだよ。行くぞ、デスゴーゴンは強い。強い！オッケー。やっぱ強い。デスゴーゴンは強いんだよな。ただ、もう残りの2体が怖すぎる。ねえねえ、大丈夫、大丈夫。ねえねえ、みんな打撃弱いよ。デスゴーゴンや打撃。あ、なんで浅いところでスゴンがねえんだよ。行くぞ、危ないよ。ねえ。この、レーザービームが強いんだね。レーザービームは、いいビームってねー。いいねえ。まあ、でも50、ダーゾンゴンが硬いんだな。うん。悪魔の口。ああ、全体攻撃のやつか。デスゴーゴンが硬いんですけど、まあ、でも全員打撃弱くなっちゃってるから、154! まあ、クラウドダメージが多すぎるって。ねえ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 、クラウドダメージ多すぎ？お前ら、アームライオンとね、これ、グレートオーラスが足引っ張ってんぞ、お前。いけ、ナック、いきます！リーダー、グレートオーラス、いきます！はい、行きます。ナックルサム。ね、この丸太の腕、はい、ドン！酔わない？ね、酔わない君。酔わないか？ちょっと勘弁してよ。ねえ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 、大丈夫大丈夫。ねえ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 、やばいよ。溜めるから来てるよ。溜めるから来てる。うわちょっと待って、ねえ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 、ちょっと落ち着こう。ねえねえ、一回落ち着こう。君たちおかしいよ。お前らおかしいよ、さっきから。痛い痛い、198もかねね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 グレートオーラス、グレートオーラス198もかねねねねこれ勝てんのかねねねこれ勝つとか負けるとかじゃなくてさ、ちょこれ話にならないんじゃないですか、もしかして。これお話にならないんじゃ。いけ、おいいぞ、お前のこの力100、お前の強みどこだよ。おい、グレートオーラス、お前の強みってどこだ。火炎の息、あ、ごめん、ミスった。お前の強みどこだ、ラックル散歩、お前。お前何してた。ヒッヒッ、やべ。あ、うわぁ諦めねえよちょっと待って、ねえ、落ち着こう。ねえ、落ち着こう。グランドネビルを選択してよかった。ガスラッシュやったら死んでたぞ、お前。ねえ。グレートオーラス、お前、お前、使われない理由それだぞ。お前、誰も使われなかった理由そういうところだぞ、お前な。ねえ。びっくりしたわ。なんで600も食らってんの。いけ、誰か動け。走れば行かせてよ。走れ。はぁ、やばい。避けろ避けねえよ、ビッグモンスターは。わぁ、避けろ。避けろ、3人避けろ。もう無理やって。あぁなんだこれ、弱いチーム。こんな弱いチーム作った初めてだぞ、これ。まあ、このチームの概要を説明しなかったんですけど、まあ、デスゴーゴンってすごく打撃に強いキャラなんですけど、まあ、このパーティーの性質上、グレートオーラスとアームライオンが打撃を吸ってしまうので、デスゴーゴンはもしくは打撃弱化をマスターダブルスキャンしてるんですよ。はい。で、残りの2人の打撃対戦はね、マスターダブルスキャンで補えるレベルの話じゃないんですけど、火力は一応上がってあるはずなんですよ。
まあ、さっきの相手が悪かったということにしましょう。ここからね、ここからこいつらの陰陽師見せます。いきます。ナックルスタンプ。このね、太い腕、力150まで上げてあります。いきます。はい。いくぜ。おぉ、ああ、そうだな。怪しい影は打撃対象あるもんな。やばいやばいやばい。バカゴイ。ガーゴイの力っていくつ？モンスターバスターだったらまあ、90ぐらいじゃない？あって。ねえ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 。おいおいおい、力90の格付けで400も食らうんか、お前は。どうなってんねん、このゲーム。お、いいじゃん、替え抜き。強い強い強い。やっぱ替え抜き威力高いからな。いいよいいよ。アームラインは攻撃性能があるから。グレートラス攻撃性能すらないぞ、お前。え、なに？え、こうなるんだっけ？あ！なるほどね。じゃあ、ブレスとかでいこう。打撃当たんねえから、次。まあまあまあ、お前の力は本当に80ぐらいだからさ、グレートラスも大丈夫でしょ。おい、避け、グレートラスが避ける珍事発生。いけ。これ刺さるっしょ、地獄ラッシュ絶対効くじゃん。ねえ。めっちゃ強い。めっちゃ強い。うん、めっちゃ強い。お、めっちゃ強いわ。じゃあ、これでいくか。ね、グレートオーラス、本当に、何こいつどう使うんだろう、一体。奇跡的にあまり視聴者にリクエストされないからいいけどさ、お前、本当にジャッキラだな、こうしてみるとな。痛い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 ビッグモンスターチームってなんでこんなに弱いのねえ。あ、まあ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 ね、物理が痛いっていうね。ほら、また格付けしてくるやんか。大丈夫か？おい、グレートオーラスに行ったら400やぞ、おい。うわねえ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 、なんでこんなにこのパーティーはダメージをボコッと食らっていくの？いけ、アイスブレス！いけ、お前、いけいけいけ！弱っ、弱っ。死んじゃねえ、弱い。ここでアームラインを火炎抜きですよ。いけ！レーザービームじゃ。どうや？避ける。いやー、ここ、林影一番効くのにな。で、ジゴフラッシュ。ビッグな獣チームって多分ね、運営がビッグモンスターチームっていうのを作った理由が多分、ビッグなモンスターって一応強キャラ多いはずなんですよ。まあ、まあ今回違うけどね。多分そのペナルティとして追加されたんじゃないかな。デンタザウスとかってスゴーゴンとか、ビッグモンスターって強いの多いから、そのペナルティなんかな。でもグレートオーラスとかアームライオン何も強そうに見えないんだけどな。来た！行きます。このね、ジムで鍛えたような体、見せます。行きます。ふわーふわーふわー、取れ高だけはあった。いや、このいうパーティーって何に弱いかって考えたんですけど、大体何にも弱いなって思って、まあ普通のパーティーになっちゃいました。なんかね、何にも弱いと思うよ。ビッグモンスターチームで状態上体制も低下してるってこともあって、何にも弱いんじゃねえかなっていう結論が出まして、私の中で。まあ普通の戦いになりますよ、これ。でもさ、十字剣なんじゃないですか、武闘家の。これグレートワースに行ったら偉い目に遭うんじゃねえかな。ちょっとそれ見たくて逆にやった。あ！え？大丈夫？1101だって1101だって、もうびっくりですわな。もうびっくりですわ、1101だって。開幕からそんなやつやるやついる？ねえ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 。まあこれはね、獣人剣を入れてる俺が悪いよ。まあメタになってるからね。それでも1100はちょっとあかんちゃうかな、ちょっとおかしいでしょ。特攻だとか特攻じゃねえんで、話じゃないんだよね、もう。もう違うんだもん。グレートオーラスの脅威の吸い込み力やばい。しかもグレートオーラスにちゃんと行くってどういうことだよ、このゲームな。行くぜ。あ、結構効くじゃん。あ、これは獣人剣が発電フラグか？自己フラッシュ、デスゴーゴンが強いからな。でもギラ結構食らうんじゃない？めっちゃ食らう。めっちゃ食らってんな。一旦ね、1100持ってかれた代償は大きすぎるんじゃないかな、でも。これ当たるか外れるか、どうだどうだどうだだ。あ、逃げろ逃げろ逃げろ、大丈夫か大丈夫か。あっ、力
60だから、力60だから。あはい、というわけで今日はビッグな獣チームを使いました。あのですね、一つ言いたい、通行じゃなくても1000って食らうんですね。1087一体あれどうな、何がどうなってそんなダメージになっちゃうんですかね通行と通行じゃない時、非通行の時のさ、ダメージあんま変わんなかったじゃん、結局。めちゃくちゃグレートマス、グレートマス、どう使うのこれというわけで今回はこれくらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。